皆さんこんにちは、マジと申します。さあ今回もゴッドイート3やっていこうで、前回何やったっけあれなんかやったの覚えてる。あ、次の敵がなんか怪奇種だっけ、怪奇種になるんじゃねえのかみたいなことを言って終わらせたのか確かで、それに伴ってね武器をちょっと作っておきました。ポルグカムランが氷属性の弱点ということって、氷武器をね、コバルトブルーというね、もう完全に青いエルこのゲーム結構青いエルリスペクトされてる感あるんだけど、これ作りましたと。でもう一個裏話で、相手の属性がね、弱点属性が氷にもかかわらず、なぜか私は炎を作ってしまうという、もう完全に頭バグってたね。炎でいけるじゃん、炎を作れるやん、作ろうって作った結果、全然弱点じゃないっていう、むしろ逆みたいなね、そういう裏話でした。もうこういうとこも隠さず出していくから、ちゃんと出していくから、そういうのということでやっていくわ。一応ね、裏ではここの辺も終わらせといたんで、この辺っていうかここだけが終わらせといたんで、一応全クエやってるよみたいな感じなんだけど、これだね、ボルグカメラ氷だよね、ちゃんと確認するよ。弱点属性氷だね、 OK だね、 OK。 じゃあこれでいきます。確かねこいつもね粉砕系が弱点だったんだよね。なんでこれでいいかなって感じと、ちょっと待って、あともう一個説明させて。ここをね、やっぱちゃんと読むべきだったねっていうのを思ったね。武器のやつも。使う武器だけでもちゃんと読むべきだったなって感じだよ。バイティングエッジってのがその双剣みたいなやつなんだけど、あれが戦通じゃねえよ。両方と混ざったわ。切断と貫通ですよと。で、エアリアルボルトって謎だったじゃん。俺がなんだこの技って言っとったやつ、これでしたね。はい、これでした。ちゃんと技のモーションまで書いてあったわ。R1 プラス三角って書いてあったわ。普通に書いてあったっていう。で、この辺もね、レイジングムーンってやつがドリルってか、ガリ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 ってやつ。で、連打させると持続時間延長させますよっていう。で、ムーンスラッシュがこの辺のやつ。ムーンストーム中ってやつがこれだね。で、最後にフィニッシュ技で三角を押せば、ドーンって叩きつけができますよって感じでしたと。はい、説明終わりいきます。見てこの構え、めちゃかっこよくない？この持ち方鬼かっこいいんだけど、煙たいな、環境煙いぞここ。すごい見にくい、雨降ってきてる。ああ霧かこれ。あ、もう大型いるな、ポルグカメラいるな、あそこ歩いてるな。あ、いたわ。あれな、このサソリちゃん、これがポルグカメランだね。ほい、まずい。こいつもねクソ勝てんだよな。切断じゃ貫通でいくとマジで地獄見る。このモンスター、こいつは確実に粉砕系でいくべき。ここでこいつ確か壊れるのが足と盾と槍ってか針みたいなやつ、あれが壊れる気がする確か。結構ね技の範囲が広いからね、こうやって注意して戦っていきたいねっていう話でした。さすがに初期から無印からいるモンスターにね俺は負けるわけにはいかないんですよ。こいつぐらいだったらね多少なりに行動パターン覚えてるから。危ねえ。ここが壊れるんだっけ、裏だっけ壊れるのって。いや確か足と、あ、そう足か、と縦も壊れるんだよ確か。それは覚えてるんだよな。なんで俺こっちでやらなかったの、間違えた。さすがにこいつぐらいのここ、よし、そうジャスガを決めたかったんだけど、なんかゴイって入っちゃったゴイって入っちゃった。あ、針も飛ばすんか、そうやろ。2円です。で、回転も確かねジャンプでも回転入れるからね、最悪。お、縦壊していく。 OK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 。 ここはこう殴っていくべきだな、こうか。でバースト切れる前に貯めておきたい。 OK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 。 ここなんでだよ、ガードしたの今当たった今、どこ判定拾われたんだろう。ダウン取っていく。ちょっと待って、ただこれはちょっと待って、バースト切れる前に取っておいて。 OK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 。 弱いなこの辺は。オッケー、ウォーリアついていく。バーストしたいな。バースト切れるな。オッケー、とりあえず回収できる。オッケーで、ここ殴っていく。ゴリゴリこう、ゴリゴリいくよ。ゴリ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 で、最後にフィニッシュ。ドーンと、おお、強い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 。やっぱぶっ壊した部分だったらね。バースト切れる、取る、間に合っていく。 OK、 盾がね壊したからかなり肉質柔らかくなってるから、なんで避けんだよお前。高等テクで避けんじゃねえよ。やべえ、バースト切れる。あー、弾打てないよね。まあしゃあなし、こればかりはしゃあなし。あー、待って、めっちゃ怒られてる俺めっちゃ怒られてる。若干、ああ、そうか、ヘビームーンあれなんだよな。ヘビームーンだっけこれ。やべ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 、ぐだってきてる。待って、なんで自分で突っ込んだんだ俺。おい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 、はーい、オッケー。こいつの武器がね、あれ盾が確か優秀だったんだよね、こいつ。バックラーとかその辺がねかなり優秀だった記憶があるんだけど、気のせいかな。まあ、いかんせん小学校ぐらいの記憶だからな。何、あ、来る、急ぎ祈祷って言われたぞ。やっぱ来るぞこれ。おお、来るぞ。期待値高まってるよ俺今。こっちの方なんか、すごっ、研究施設やんけあれ。なんかある、行きた、そのうち行けんのかなあの辺も。ん、こうへんのかーい。いや、こうへんのかーい。来ると思ったらこうへんのかーい。あ、ツインブレードかいだ、やった、出た出た出た。服も解放されてきてるね。そのうちおしゃれもしたいな。あ、イザヨ上がった。ルナティックもうなんかイザヨイのルナティックってもうさ、完全にコーマガンじゃん。コーマガンだっけ、コーマ鏡か、完全にそれじゃん。それにしかないんだよな。お、何があった。この反応は怪奇シャーラガミです。距離6マイル。な、怪奇シャーラガミだって。6マイルってどれぐらいの距離なの。1マイルが分からん。一致するデータなし。これは未知の海域シャーラガミです。解凍後最大戦速で現領域を離脱。とにかく逃げて、ここから離れるの。ダメです、振り切れません。早い、海域シャーラガミ接敵します。なんですって。やるしかないな。後部コンテナに衝突、一部が破損した模様。うちの荷物に何の用があるっていうの。コンテナが必要に狙われています。これ以上は持ちません。クレアの声か。おお、大丈夫か。怪奇シャーラガミが侵入します。マジかよ入られたぞおい、まずいじゃろこれは。まずいでしょ。クレア、尻大丈夫か。コンテナが、バカ野郎、てめえの心配しやがれ。そんなもん後で考えろ。コンテナを守るのが私に課せられた仕事なんです。そのコンテナの中に怪奇シュアラガミが入ってきたんだよ。うかつに手を出すな。そんな、誰、お前が怪奇シュアラガミかああ、来た。いやー、なんかすごい顎が顎がすごい発達されてた。おっ、ぶの今入ったね。ちょっとすごい顎発達してる。奴の手を狙えるか。はい、ナイス。大丈夫か？ヒール唱えられてんだけど、服がさ、はだけすぎじゃない？ねえ、お姉さん。お姉さんつうお姉さんじゃないけど。おはようございます。頼む！頼む！エンディング？バッドエンドすぎん？お、生きてるか？なんとか。焦らせんなよ。ダグ。オーナー、今目覚めました。はい。角生えてるあの子。おいおい、無理すんなって。3日寝てたの俺。寝てたんだぜ。なんか知らん間に馴染んどるし。すっかりみんなのマスコットですよ。俺の知らない3日間でね。人運びだったなんてね。やけに気前のいい報酬だと思ったのよ。一杯食わされたわ。あの子が人ね。人ではないね。敵種荒神襲撃の際、コンテナ内で強力な官能現象の発生が記録されていました。あの子がその中心にいたことを考えると、この目で見たよ。あの子の力でこいつの傷が癒えていった。人間にできることじゃないことぐらいはわかる。ねえクレア、ここにいるのは皆関係者よ。知っていることを話してもらえないかしら。すごい谷間。海域に対抗する人類の希望。はあ？コンテナに積まれた荷物は未来を担う力であり可能性なのだと。人類の希望。グレープニルがそう言ったのね。てっきり私は新型の人機か何かかと思っていましたが、ともあれコンテナの中身を届けることが私の任務です。オーナー、航路を取り直し作戦本部に向かってください。ちょっと待てよ。この子を実験台か何かにする気か？そりゃねえだろう。この子はこいつの命の恩人だ。責めるなジーク、それがクレアの仕事なんだろう。そりゃそうなのかもしれないけどよ。我々も契約を果たすわ。予定通り作戦本部に向かいます。だけどすでにこの子はコンテナから外に出てしまった。輸送中の事故とはいえ私の船の乗客になったことに変わりないわ。我々の管理下に置かせてもらう。クレア、いいわね。いや、おっぱいがさ。私の仕事は彼女を無事に送り届けることです。輸送の過程について具体的な命令は受けていません。あの子とか彼女とかやめない？ん？呼び名決めましょうか。ジークいいこと言うね。名前どんな名前？あいつそんなキャラだったっけ？こういうの苦手だから決めてくれ。アレキサンドライト2世とかでいいんじゃない？今日からそれで呼ぼうぜ。違う。お、一発で気に入った？俺のお気に入り目さんかったの？いいじゃん、アレキサンドライト2世。可愛らしい響きね。フィム。フィム。うん、呼びやすいです。そう？アレキサンドライト2世の方が読みやすくない？喜んでくれてるの？いや俺はアレキサンドライト2世って呼ぶぞお前のこと。覚えてる限りかわいい。かわいいじゃん。何かわいいじゃん。やっと起きた。おはようございます。助けてくれてありがとう。お互い様だ。それは俺も直された側だ。お母さんなんか気がついたら母親になってました。僕怪我はないよかったよかった。お母さんのことをお母さんって呼んでた。お母さんどことお母さんのことをお母さんって呼んだったの。あ、お母さんじゃないの。わかんないこと言い出した。お母さん起きるのずっと待ってたんだよ。嬉しい。笑い方の癖。お前笑い方の癖。お母さんって何？どういうこと？ついてきてない？医務室来てくれる？はいはい。接触した場合の検査が義務付く。あ、そうなんだ。あれ捕食されたの？マジンコ？なんか切られたかと思った。待って。ついてくる。アレキサンドライト2世、さすが。やっぱね、名付けたものについてくるんだよ。そうだよな、お母さんと呼ぶぐらいだからな。それはついてこられなきゃ困るわ。フィム、お母さんが起きてくれてると、何言ってんだお前。どういうことだ。何があったんだ。3日間教えろ。お前、ずっとお前のそばを離れなくてな。ぴったり寄り添って心配そうに見守る姿、まるで親子みたいだった話。お前はフィムのお母さん認定。いや、マジちょっと嬉しい。まんざらではない。冗談交じり話してきた。はいはい。お前はとっさに体張って怪奇種からフィムを持って、はいはい、守りましたね。お前に懐いてる。あ、そういうことね。成り行きで。ああ、うるせえ。うるせえ。お母さんって呼ぶなお前。お前のことをパパって呼ぶぞ今度から。お前いいのかお前。それでもいいならいいぞ。あ、そういうことね。助けたからついてくるようになったってことか。お前あれだな、典型的にアヒルの子みたいな状態だなお前。そんな動きピンピンしてるわ。うん、システム全体に障害が発生してる。はあ、なるほど。3日3晩対応してて結構それさ。ってか3日3晩寝てたのにあいつに襲われなかったの。怪奇種どこ行ったんだろうな。旅立ったのかな。皆さんフィムと仲良くなって楽しいです。ちょっと羨ましかったです。お姉ちゃんになっちゃうの。エミ俺お母さんって呼ばれてて、あなたお姉ちゃんってなっちゃうの。なんかよくわからん関係になってくるな。そうなると捕食されたらしいですね。知らなかったんだねみんな。だから内緒にされて、これだけは中身見るなって言われてためにやるようになったってことでしょ。俺と契約しなさい。人気倉庫に入っちゃダメ。あ、勝手に入られたんだ。勝手に入られたんだ。お母さんにもじゃねえよお前。お母さんにもじゃねえんだよお前。みんなお母さんって呼ぶな。なんの約束。お母さんって呼ぶな。なんで気づいたらお母さんになってんだ俺もう。じゃあパパを探すぞ。今度パパを探すぞフィム。あ、フィムじゃねえ、アレキサンドライト2世。こっち側は別に何もない気がするけども、とりあえずね、いろんなところを探索したいから。あ、いた。あなたここなんだね。ルル元気そうになったようになりました。呼べないの。呼びづらいのかな。フィムも一緒なのか。よかった。フィムって言って恥ずかしいのね。あー、名前を呼ぶことすらそのちょっと心が穏やかじゃなくなる。やばいこいつ。そういうタイプなの。気持ちはわかるよ。うん、ありがとう。一人で静かに涙をポロポロこぼして。もうなんかなんかキャラ壊れてないあいつ。なんかあそこまでさ、冷静沈着な状態だったのにさ、大丈夫だったかっていう感じだったのにさ、急に「フィムみたいなこと言い出してんだよ。もうやばいよ。怖い。関わりづらいタイプになっちゃったわ。あ、いた。体調が戻ったと聞いた。はいはい、ありがとうございます。3日間ね、寝てたなんてね。まさしく主役の3日間。おかげ、無邪気に引っかき回してくれたんだ。あ、そうなんだ。まあでも子供たちはね、すぐになんか、打ち解ける感じあるからな。人気者に上り詰めちゃったが、イルダもう負けたな。お前の人気取られたな。完全にかさめ取られたな。本当で起きたらだってもうみんななんかわちゃわちゃしてるもん。何やってんのって状態だったわ。適応能力には自信がある。お前張り合わなくていいんだよ。別に張り合う必要はないわ。一緒に過ごしたかったわ。クリセントマムに引き続き向かうわ。はいはい、了解です。みんなと話してきたら、ああ、今絶賛お話中ですね。絶賛トーキングナウですね。アレキサンドライト2世連れてな。あ、なんだっけ、ジークじゃなくて弟キースか。先輩もびっくりしたわ。お母さんって呼ばれてるもん、気づいたら。吸収力がすごい。何、スポンジなのかな。あいつトランプしかやらんな。あー、すごいね。まあ確かに。お前なんだ急に暴走って言い出して。お前何言い出したんだこいつ。あ、ジーク、なんでお前らさ、そんな対になって風神雷神みたいな格好してんの。元気そうです、ありがとうございます。もう母ちゃんってなんか俺の立場がよくわからなくなってくるぞ、こうなると。アンプルかけご飯、何それ。食べさせちゃダメだと思います。それダメだと思うけど美味しそうだ。うるせえな、お前に言われたくねえわ。なんとかしなくちゃって。ルルとエイミーがいろいろ食べやすいのに工夫したんだけど、やっぱりダメでさ。アンプルかけご飯っていう奇跡のフード。手が滑ってお前に投与するアンプルをご飯の上にぶちまけてしまった。めちゃくちゃやってんだお前、本当に。害はない。はいはい。おいしそう。こいつバグってるわ。いやでもね、俺お母さんだからもうおいしそうだと思うわ。頭打ったんじゃなくて食われたの、半分ぐらい。お前だからこれが妹になっちゃうと関係性がよくわからなくなるだろ。俺のお前腹から生まれてきた子になると、お前そうなるとジークってなると、あいつも弟になるから、ごちゃごちゃだ。医務室来てみたいなこと言われたもんね。変色因子バランス、代謝系ともに異常なしと。よかった、これなら大丈夫。ひとまず安心かな。フィムの応急処置があったとはいえ、すごい回復力ね、あなた。まあ人間やめたんで自分。自慢していいと思うわ。フィムにも随分懐かれているみたいだし、不思議な人ね、あなたって。まあカリスマ性があるかもしれんな。半分髪の毛金色にしようかな。ごめんね、なんでもないよ。いや可愛いな、やっぱ無邪気な子って可愛いよね、本当に。格好があれだけどな、すごい切ない顔してる。何を思い詰めた顔してるの。相談乗るよ。一回部屋行こっか。ラボラトリー区間戻るのか。何すればいいんだ。薬いけんのこれで。あ、お帰りです。3日間ずっと対策してるのもない意味。ゆっくり休んでくれ。もうそれはルート再建築。雑魚的か。オッケー、サクッとできます。そういやさ、この辺増えたんだよね。でも3代目が強化か。どうだろう。いざ酔いが結構強いんだよね。まあでも使ってった方がいいよな、この辺は。奈落じゃあ、落月って読むのかな。常闇の月、絶対かっこええやん。これにしよう。これにしよう、つけたいからっていう。あ、ステップあんまやってないもんな。とりあえずこれはこのままか。カルネージウムーンはとりあえず3にする方がいいかな。どうだろう、わかんねえや。こっちを2にしてもいいけど、まあとりあえずこれ3にするか。カルネージウムーンも使いやすい技だからね。とりあえずいってきまーす。じゃあ早速使ってみるか。新しい技、三角だよね。あれ、これじゃない。あれ、ジャンプじゃないか。あれ、ステップ三角がこれでしょ。あ、これだよな。あ、ん、わかんねえよ。あ、これだね、やっぱり。あんまりじゃない、正直言ってな。終わったわ。おい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 。あ、そういえばこの辺全然強化してねえな。まあいっか、全然余裕あるし。上がったスーパーム。きた、テンペスターと残雪舞、わかんねえや。ステップアウトだよね。よし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 。前回のミッションの間はフィムとても心配しそうにしてた。お母さん大丈夫って言われてんの？ごめんな、フィム。いや、フィムじゃない、アレキサンドライト2世。怪奇種との戦闘ではありませんし、大丈夫だよと常に伝えてたんですけど。ああ、まあ確かにね、あんなのね、見せられたらね、目の前で、そんなことされたらね、困るわね。心配してくれたのか。え？ぶつかったの初めてじゃないんだ。あ、そうなんだ。まあでもそう、主要航路を使う限り、ほとんど怪奇種に会うことはないんです。だから航路には価値があるんですよね。なのに我々の船はすでに数回接触警報が寸前まで。出る寸前まで接触。ああ。あ、でも当たったのは初めてってことだよね、多分。戦闘になれば中型の怪奇種すら一個中隊が壊滅。そう、強っ。よくこの小隊で打ち取ったってか、なんとか巻いたな。ようやったわ。そんな強いんだ怪奇種って。あんだけ顎発達してりゃな、何でも噛みちぎれそうだもんな。アンノーンですって奥さん。アンノーンはまずいよね、多分。そうか、そうですか。アンノーンか。これ後でやりたいな。じゃあ別でやるか。まあ終わるか、今回は。アンノーンってなられたらね、ちょっとやりにくいよね。次別で枠で取りたいよね。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。